はい皆さんこんにちはミニッツチャンネルのうねふじでございます、えー、このコンテンツはですね、えー、通常の映像のコンテンツとは違い、えー、お時間のね、えー、ないお忙しい皆様のために、えー、映像はあ特にそのままで、えー、耳だけで えー、聞き流すー聞くコンテンツとなっておりますので何かね、えー、よそごと他ごとやってる時にですね、えー、聞いてもらえればいいかなと思いますまた特に、ね、寝る前とかがいいのかなとも思っていて初回から少し声のトーンは落としめで、えー、眠り効果を上げるトーンでお届けしておりますのでよろしくお願いいたしますはいさあ今回のね トークテーマは、ボディ、ボディ制作ですね、についてちょっとやっていきたいなというふうに思います。えー、私のチャンネルね、いつも見てくださっている方は、えー、ライブ配信、それから収録の動画で、えー、自作のね、ボディを使ってる、それから作ってるところをね、えー、見てくださっている方、多いと思います。 実際のところ走らせてる時間よりもね、作ってる時間の方が長いんじゃないかというぐらいですね、もともとこうボディのね、塗装とかには興味があったので、えー、ミニッツはね、プラスチックボディなので、プラモデルのね、製作の延長上ぐらいの位置え、まあ、延長じゃないですね、プラモデルの製作の手前にあると思ってもいいですね、シャーシの製作とかないので、というような位置づけで結構ね、楽しませてもらってます。で、このボディ塗装、ボディの製作、 に関してなんですけどまず僕がなぜ、えー、ここまでやってるかというところに関してのまず自分の話をいたします、えー、まず走らせていてですね、えー、結構早い段階で、えー、とボディ制作っていうのを始めたんですね えとちょっとね話しとれると、えー、最初に RWD のレディーセットを買ってそのホワイトボディという商品があって真っ白なボディがあってご自由にどうぞというボディが売ってるっていうのを、まあ、すぐ知ったんですねお店に、まあ、もちろん並んでましたのであこれ面白いなあってすごく僕は感心したんですねあ自分で好きなボディ作って走らせられるんだとで えー、僕の中での,その塗装ボディを作るとかそのラジコンにでのボディってもともと10分の1とかはポリカーボネートボディあの透明なボディであで柔らかくてね丈夫なボディですけど、あのー、最後にこうフィルムをファーッと取ってピカピカになるじゃないですか気持ちいいじゃないですかおできたっていう。 でいくと表面最後こうクリア塗装とかをしてツヤを出したりとかしてうわーできたなっていうこういう感覚じゃないですか。あのポリカーボディっていうのは、えー、要はツヤ出しとかそういった表面塗装のスキルっていうのが基本的にはいらないですよね。ので何て言うんでしょう自分の中で燃えないんですよね。<laughs> あの そこにスキル差が生まれないから。例えばですね、じゃあここから本題に戻りますけど、あの、ミニッツのオートスケールコレクションね、手にされた方もあると思うんですけど、ツヤありボディだとすごく綺麗ですよね、ツヤツヤですよね。で、えー、自分で塗装して、例えば缶スプレーとかで、サ、え、ッ、ー、と塗ると、あそこまでのツヤって出ないですよね。うん。一回でもね、自分で作ったことがある方だと、 こう表面をねつやつやにするっていうのって結構難しいんじゃないかなっていうふうに思ってる方いらっしゃると思うんですよ僕もね正直そうでしたなんならあのプラモデル作ってましたけど、まあ、自作のね塗装ブースとかもずっと配置してたんですけど言うてもそんなに技量ってなくってあんまりそのつやつやにするとかって得意ではなかったんですよ あの結構ねチャンネル来てくださる方はようやるなって思って見てくれてると思うんですけど案外僕このミニッツのボディを作り出してからですあの本気でこうやってやるようになったっていうのはねで、えー、このツヤを出すっていうところに対して技量差が生まれたりとかっていうところが僕の中での結構モチベーションというかあの楽しい部分なので走らせてて これ好みによると思うんですよ。光の反射を嫌って艶を消すって方も僕聞いたことあるんですけど、僕は逆に、えー、お店とか天井の照明がこうボディに反射して、例えば、あの、バックストレート、ぐーんと走ってる時に、こう光がキラキランってなると、もう見てるだけでテンションが上がっちゃうんですね。はい。で、あとは走らせてる時に、えー、要は、ミニッツをね、それなりにやってる人だと、 そのボディがあーが既製品なのか自作なのかって多分大体分かるんですよね、うんあ。これポルシェなのに見たことないカラーリングだなとかって皆さん思うわけじゃないですか。でそうした時になんかギラギラに光,光るっていうのは電飾とかそういう意味じゃなくてツヤンツヤンに光ってるボディが走ってるのをこう何て言うの見てもらいたい。<laughs> うんまあ、結局そういうもんじゃないですかね。 まあ人って結構そういう見せたがりな部分っていうのはあると思うまあ僕もね少なからず自分で作って走らせてこう配信者としてやってる以上そういうふうに見せたい部分っていうのはありますのでまあそれはサーキットの現場に行ってもまあ変わらないわけですよ。なので「おおそれどうやって作ったんですか?」とか「すごいつやつやですね」なんていうふうに言う会話からスタートでまあ仲良くさせてもらったりっていうのもあるので。 そういうのがね、僕にとってはすごく楽しい要素なんですね。で、えっ、ー、と、いろいろ話飛び飛びですけど、まあ、最初にね、ポルシェのホワイトボディを買って、RWD を買ってから、1、2ヶ月後ぐらいにはもう自分の塗装のボディで走らせてたんですね。で、あのー、それから何台も何台も作るようになって、で、ある一時この、えっ、ー、と、ワイド、ワイド 2020年で言うとこのワイドツーリングに手を出して、えっ、ー、と、アウディのね、既製品のボディを、えー、オートスケールで買ってたので、それをつけたときに、走らせてて、こう目で車を追ってるときにですね、こうテンションの上がり方が全然違うんですよ。うん。あれと思ったときに、やっぱ自分で作って思い入れがないボディなので、僕の中では、あっ そこって結構こうミニッツをやっていく上でのモチベーションになってるんだなっていうのがあの自分のね作ったボディで走ってそれを目で追うというところに楽しさを覚えてたんだなっていうのをあの結構立った後にオートスケールその既製品をね使って初めて思ったんですよああなるほどでそこからですもうその既製品を オートスケールを一切僕はつけて走らなくなりましたねそこからははいまあただ商品としては魅力的なのであのもちろんレアなボディとかが手に入ったらね家に飾っておくとかまあ頂い,いたりとかもねしたりしてますのでそういったものは本当にありがたいのであのディスプレイとしての価値としては僕は非常に高く評価してるんですけど 走らせて操ってる時に目から入る情報という意味ではやっぱり自分で作ったものにはかなわないんだなっていうのがすごくね思ったポイントです。なのでえっ、ー、と新しいねシャーシを組んだ時に例えばコルベットをね作りましたっていうボディのね制作動画もあげましたけどやっぱり結局 あーストンマーチンとかもね自分で作ったりとかしたんですけどやっぱり自分で作ったボディで走らせたいのとあとボディの性能っていうのもある程度分かるようになってきた時にこれ試したいってなったら早いんですよオートスケールを買ってその場で走らせるのが早いんですけど多分それだと自分の中の気持ちが盛り上がらないの分かってるから仕上がりうんぬんよりもとにかく自分で作って。 で3日間で仕上げてコルベットを走らせるみたいなのもね過去やったりとかしてたんでやっぱりそういうところにねモチベーションを持ってるなーっていうのがあのー、僕のそのボディを作るという、えー、目的自分のねボディを作るものでの目的になってるかなというふうに思いますはい皆さんをねこの実際にボディをね作る方 作らない方いろいろいると思いますしそれぞれのね考え方があると思いますけどね、えー、皆さんにとってねミニッツのねボディっていうのはどういった付き合い方をしているんでしょうかね是非ねそういったところも、えー、ここまでもし聞いてくださっている方がいらっしゃいましたらですねあのー、コメント欄とかにね書いてもらえば嬉しいなというふうに思いますはいということで今回のねミニッツラジオのコーナーは以上にしたいと思います最後までご聴きいただき ありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。